こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も池田書店のいつでもどこでも使える四字三字熟語ハンドブックから四字熟語を選んで、その解説文を読んでから後でその四字熟語を半紙に楷書、行書、草書、それと創作作品を筆で書いています。今日の四字熟語は東奔西走です。意味はある目的を遂げるためにあちらこちらと忙しく駆け回ること。南線北馬も同じ意味です。使い方は選挙の応援のために東奔西走するというふうに使います。今から東奔西走の楷書を書いてみます。それでは今から東奔西走の行書を書いてみます。今から東奔西走の草書を書いています。今から東奔西走の創作作品を行書で書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。